ボンガオはフィリピンのタビタビ州の第二級自治体。タビタビ州の事実上の州都となっている。2010年の国勢調査によると人口は79,362人。ボンガオ島、サンガサンガ島、パババグ島、タビタビ島西部などを範囲としている。ボンガオ島には中心市街地が存在する。ボンガオには35のバラン街が存在する1970年代の モロ民族解放戦線によるモロ紛争以前、ボンガは島の4分の3を所有していた貴族のハリン一族が治める単なる壁地の村であった。州都のバトバトはタビタビ島のフィリピン海軍が停泊できる水深の深い入り江のある場所に存在したが、武装反乱と州都が侵略される恐れの高さから政府がボンガオに移された。 白漆喰のタージマ春に影響を受けた政府庁舎はカブガン山とボンガオ峰を背にした湾と島の北部の町全体を見下ろせる高台に位置している。州政府の移動によって最南端の商業交易の中心地として島の急速な発展の幕が開けた。公務員の個人と家族が町に移動してきたことによって人口も激増した。ボンガオの中心市街地境、ボンガオは 小さな国際的地区となっており、多文化社会のモデルとなってきている。ボンガオの中心市街地は多数派のムスリムのモスクの、他カトリックやプロテスタントの住民のための教会、中国の寺、イグレシアニクリストの教会、セブンスデーアドベンチスト教会やワプテスト教会なども存在する。エディビジャネは牧師のヤソイズロードの地元集会もある。主な大通りであるダツハリンストリートに、 町役場が存在している。中心市街地は商業中心地でもあり、地元の人々によって多くの商売が行われている。相対的に平和で秩序のある状況のため、近年の残アンガからの中国系移民の商業開始も多い。ボンガオではフィリピン土地銀行、フィリピンナショナルバンク、アライドバンキングが営業している。国有投資会社のケダンビリコールが近年に営業を、 開始した。タビタビ州とバームで初のショッピングモールである2階建てのミッドウェイプラザモールは2010年4月に開業した。ボンガオ島とサンガサンガ島、サンガサンガ島とタビタビ島はそれぞれ可供されている。サンガサンガ島の内ボンガオ島に近い南西部にはサンガサンガ空港が存在している。ボンガオはミンダナオ州立大学タビタビ技術。 海洋学校舎が存在するほか、タビタビ州立農業大学、マハルディカ技術研究所、アブバカールラーニングセンター財団大学、タビタビ参加学校などが存在する。MSTCT と z a p は政府の所有する州立学校で、それ以外は私立学校である。中、高等学校では MS 特との科学高校、MS 特と予備高等学校、たび芸術商業校、 ボンガオのオトルダム校、タビタビ漁師学校などがある。ありがとうございます。